ままもう一曲聴いてください。 Cry No More。
チンガばっかり出張りますから、空恵を見に来たなんてそんな人はいるかな。いない。そこはさ、そこはゼロの方がちょぱってなったね。ですね、喋りだけが取り柄なもんで、すいませんね。あっちでね、物販たくさん皆さんの CD だったりとかグッズを持ってきてらっしゃいます。私何もないです。ただ一つ一枚の紙切れですね。紙フライヤーってやってください。フライヤー、手書きの、手書きのフライヤーです。でしょ、そう思って一枚一枚書いたんですよ。カラーコピーですけどね。それをね、あっちで渡したいと思います。なんとタダです。タダです。こんな感じですよ。ちょっと音上がりましたね、今。あとで渡してもらいます。そっちにね、ツイッターとフェイスブックのなんじゃ、検索できるように書いてますので、あとでぜひぜひもらっちゃってください。はい、1曲目はですね、ラブファンという曲ですね。もうちょっと楽しさだけを重視で書いた曲です。もう最高でしたね、とか最高でしたね、もういい感じでした。ありがとうございました。2曲目がくらいのモアというちょっと切ない曲でしたけど、3曲目です。3曲目は後でお渡ししようと思っているフライヤーにも書いてるんですけれども、普段ですね、こう歌いながらですね、障害者の支援施設というところで私は勤めております。私は、今日は自分の足でね、運転して電車乗って歩いて奈良から一人で来ましたけど、それがこう当たり前にできない、体にとか不自由があったりとかして、そういうことができない、もしくは体は健康だけどもちょっと意思疎通が苦手だったりとかっていう方を支援する施設で私は働いておりまして、そこにいるとね、やっぱりすごく感じることがたくさんあります。そのことを曲にしたいなと思って書きましたので、ぜひ聴いてください。愛のない言葉。
かった曲をですね YouTube にも載ってますし、歌詞がアメブロに書いてますので、ぜひぜひチェックしてください。後で喋りましょう。ありがとうございました。